どうも皆さん、こんにちは。レトパラノイスです。自分の声の返しがなくてやりにくかった。どうも皆さん、こんにちは。レトパラノイスです。モンスターハンターワールド、今回からジョイクエストということで、大蟻塚の荒地に出現したプケプケの様子をね、ちょっと見に行くところからです。というわけで早速大蟻塚の荒地に向かってみましょう。久しぶりですね。この感覚、のんびり見て回りませんか？そんな時間が我々にあると思うのか。まあ、森側の調査ね。まあ、でもまあ、プケプケだし、一応森側にはいるんだろうね。森側？まあ、この辺とかかな？よし、行ってみよう。プケプケね、まあ、動画でも2回目の登場。彼は2回目の登場になるわけなんですけど。よいしょ。この、ゲームだとどうだっけ？なんか、上位と下位でめっちゃ大きな違いあったりするんだっけね。ちょっとどうだったか忘れちゃったけど。さあ、この辺にいるんじゃないか。あ、リオレイヤの痕跡ですよ。あ、リオレイヤの痕跡ですか。はいはいはい。これ本当にリオレイヤの痕跡ですか。ピンク色のリオレイヤだな。ピンク色だな。いや、まるで桜の花びらのようだ。ケプケ、なんで大蟻塚の荒地に。もうちょいこっちか。やっぱりプケプケ。いったー、プケプケ。それに、なんだか様子が。とりあえずプケプケ倒せばいいのか。治療しましょう。この異変を調査しなくては。よいしょ。まあ、とりあえず尻尾をガンガン打っていきます。隙を見せている間にガンガン攻撃して。あ、やばい、毒る。ちょっとスタミナがないのに調子に乗っていました。すみません。よいしょ。で、ちょい回復。おりゃ。まあ、これは局者も入れて、頭ちょっと打って、スタミナを回復。ゲップ系だしな、言うても。そんなに。苦戦している場合ではないような気はする相手ではあるよね。ダメージ結構入るね。頭狙って、よいしょ。さすがに体術レベル3になったから、そこそこ。あ、でも僕スタミナ増やしてない。危ない危ない。煙い煙い、何も見えないよ。スタミナを増やします。そして、よいしょ。今回はあれか、上位入ったけど、まあ、そもそもあれだ。よいしょ。探索だから、支給品がないところからスタートしてるから。これは尻尾狙い。OK。あ、これは曲者もしちゃうか。何この尻尾。あー、どくる。避けれた。今の避けれたんだな。奇跡を起こしてるわ。あれ、尻尾からも毒出るんだっけ、プケプケって。ちょ、忘れちゃった。この生き物何なんだ、一体。だいたい見た目結構、鳥ではないからな。よいしょ。よいしょ。一旦スタミナを回復。よいしょ。逃げるか？光は終わった。周りのエリアとこっちのエリアをちょっと行ったり来たりしてて嫌なんですけど、羽毛が今落ちたところを見ました。よいしょ。結構いい感じのダメージは入ってはいると思うんだ。痛い。なんか毒った。何、何の毒これ。あいつ、あの、なんか、あの、チャチャブみたいな生き物は一体何。知っている生き物か、あれ。逃げそう。ちょっと赤ゲージが嫌だから、こういう時に、よいしょ。え、出て出て、逃げたな。よいしょ。とりあえず一旦追いかけよう。てか、アッシュのリオレイヤー、アッシュの痕跡が、あ、もう言っちゃったけど、リオレイヤー、アッシュの痕跡があったから出てくるのかな。よいしょ。ちょっと一旦このくらいにして、
どのくらい体力あるんだろう、この。よけ。やめて。よけれない。いってー。火力はやっぱ上がるな。上位から、下位から上位に上がったときって、どのくらい敵強くなってたっけって感じなんだけど。よいしょ。よいしょ。僕、やだね。僕、やだって言ってんじゃん。よいしょ。あー危ないねー。怖っ。よいしょ。スタミナがないと羽が維持できなくて。ピオらないかな。まあちょっとあんま気絶たまらないんだよ。かなり狙わないと難しいんだよ。今までも結構狙ってるんだけど、なかなかピヨってくれなかったし。よいしょ。よいしょ。あ、もう瀕死じゃん。そんなに大変じゃないな。これひるんでくんないかな。無理かな。無理だ。逃げられなければここで捕獲しちゃいたかったんだけど、まあ、しょうがないね。これでも、あんまりにもあっさり終わりすぎるな。ちょっと待って。あのプケプケさん、ちょ動画の尺が足んないっす。もうちょっと耐えてくれるとありがたいんですけど。めっちゃ動画短くなっちゃう、プケプケさん。ここに来んの？ここに来んだ。ま、終わらせちゃうか。よいしょ。おやすみー。OK。ま、これが一応上位のプケプケクエストクリアという感じになるのかな。この子何？ちょっと襲いかかってみよう。おりゃ。これなんだっけ？ガシャブみたいななんかや名前のやつもいたような気がするんだけど。あ、ガシャブで合ってた。やかましいな、この。声がやかましすぎる、この。よいしょ。ちょっと彼らの落とし物拾って帰ります。まだ。一同揃っているな。これより緊急作戦会議を開始する。緊急会議。保留調査の一段落もつかの間、調査班より気になる報告があった。はい。このところハンターたちから見慣れたモンスターが思いがけない場所にいるという報告が多数上がってきているんだ。それだけじゃない。調査中に大怪我を負って帰還する例も増えている。モンスターが強力になっているんだろう。退治したモンスターは従来のものをはるかに上回る強さだったらしい。何の影響を受けてそうなってるんだろうね、これ。それともう一つ、これは5期団から報告してもらおう。はい、了解です。先日大アリ塚の荒れ地で不思議な痕跡を見つけました。リオレイヤーのものと思われるのですが、そうとも言い切れず。色がね、大きさ、特徴、いずれを照らし合わせてもリオレイヤーと微妙に符合しないんです。強靭なモンスターの出現といい、リオレイヤー亜種の存在自体はこの時点では判明してないのかな。どうも偶然の出来事ではなさそうだ。総司令どうします。モンスターハンター世界の時系列わかんないな。この現象の調査を行うぞ。こういうゲームの時系列とかもね、結構調べると面白いから。我々が行うべきことは2つだ。1つは各地に赴き強靭なモンスターを調査すること。はい。今一つは五機団が見たという痕跡を集めることだ。強靭なモンスターを調査しながらこの痕跡の有無に目を光らせてくれ。オッケー。じゃあしばらくはリオレイヤー種の、痕跡をまあ探して彼女彼女を見つけることが一応の目標っていう感じだね。わかりました。探して集めます。いいな。勝手の違いを侮るな。見慣れた相手でも油断は禁物だ。言うてプケプケは一応そうでもなかった。まあプケプケだなって感じだった。以上、解散。はい、了解。リオレイヤー、あまりにもハテナマークが多いような気がするけど、リオレイヤーの
痕跡を収集したりクエストをクリアすることで研究ポイントが貯まります。なるほどね。まあ、じゃあしばらくちょっといろいろ倒しに行かなきゃいけない感じなんだね。いいか、各地で痕跡を探せ。間違った話しかけちゃった。おぼしきモンスターを見つけ出すぞ。オッケー。まあ、じゃあ上位の装備とかいろいろ作りながら、リオレイヤー州を目指してちょっとやっていこうかな。不思議な痕跡を探しましょう。あちこち行ってみるんです。次に動画になるときは多分リオレイヤー州と戦うことになると思うので、まあ、ちょっと今回の動画は短めになりますが、一旦ここまでにしましょう。まあ各種亜種たちと、まだ戦ってない古竜たちとか上位でねようやく出てくるモンスターたちもまだまだ多数いるので、モンスターハンターワールドを引き続き楽しんでいこうと思います。というわけで今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。またね、おつたこバイバイ。